too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures. Negative, nepotist. Whip, whip, run me like a racehorse. Pull me like a ripcord. Take me down and build me up. I wanna be the...はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、パパテラです。今回は、物件売却、ソロマネーグリッチと言いまして、無制限でお金を稼ぎ続けることができる、最も優秀なソロのお金稼ぎです。これは、Xbox One と PS4 だけで可能です。そしてね、資金が少ない人は120万ドルからやる手順も、説明欄にあるので、よく確認をしてください。これ、一度覚えてしまえば、間違いなく1億ドル稼げます。ではよくある車両複製との違いを説明します。車両複製は準備にお金がかかります。何も持っていない状態からだと約1500万ドルぐらいね必要になったりします。そして売却に制限があって、その都度ねグリッチが修正されやすく長引くことがないんですね。長く続けるものがあまりないということです。その点物件売却は120万ドルからグリッチが可能で、修正されづらい手順なので一度覚えてしまえば長い期間可能です。そして売却制限がないので、本当に無制限に1億ドル以上を稼ぎ続けることができる。そしてね、コスチュームグリッチを同時にできます。1の左側のキャラクターのデータを右のキャラクターに移してコスチュームグリッチです。なので2のキャラクターは基本すべて上書きされます。コスチュームね、上書きされるので、着用しておけばその着用していたコスチュームだけを持ち込むことができる。グリッチ後にすぐ保存するというね内容になってます。では手順の解説です。まず14ポイント、必ずオンラインの2のキャラクターですね、右側のキャラクターからオンラインを開始してください。そしてね、スタイル変更やアクセサリーでメガネなどをつけたり、携帯から無料のね車両購入などをして、画面の右下に金色のくるくるのセーブアイコンを出してください。これね絶対重要なポイントなので必ず守ってください。これを抜かすとね失敗します。必ず金色のくるくるを出してから、ここで一度ストーリーのキャラクターに行きます。ストーリーのキャラクターに行ったら、これは準備をされたもののセーブデータですね。鳥のアクターを解除したセーブデータ、これをゲームをロードします。そして読み込みをします。これね 10%、20% で 100% まで行かせてストーリーに行きます。そしたらここでタッチパッドからディレクターモードを開始します。まず1回目のウェイステッドのチャレンジとなります。ウェイステッドチャレンジというのは、鳥でこれからね自滅していきます。ウェイステッドという文字が出れば成功なんですね。でアクターから空を飛べる動物を選択します。鶏はダメです。空を飛べる鳥を選択します。そして開始します。ディレクターモード開始したら、ここでまた重要なポイントあります。必ず一度ワープをする、またはねどこかにぶつかったりして自滅をします。ウェイステッド出しやすいポイントは2箇所です。ここにねマーカーをつけて行き先マーカーでワープしていきます。そして天候やこの時間帯がね夜とかだとやりづらいので、必ずこのような天候とかね、まあ、時間帯の場合はもう正午とか晴天とかにして近くでね適用させてください。そして×で飛び立って左スティック倒しっぱなしはダメです。倒したら戻す、倒したら戻すっていう感じで細かい動きをします。この鳥の操作がね全くうまくいかない、ウェイステッド全然できないっていう人は、説明欄の他のね動画からよく確認してください。低空飛行でトラックに向かっていきます。ぶつかる前に下十字キー長押ししたまま右スティックストーリーキャラに合わせます。そしてぶつかる瞬間に下十字キーを離す、警告を数秒待ってから丸をします。ここでウェイステッドという文字がね出れば成功なんですが、失敗するとトレーラーに戻ったりストーリーに戻ります。そしたらもう一回ディレクターモード開始してください。
これはタイミングによってストーリーに戻されたりトレーラーに戻ったりします。またチャレンジするときは必ずね、ワープをするか一度自滅をします。動いているトラックとかにね、どうしてもね衝突してウェイステッド出しづらい人は動画の後半の方に列車にぶつかる方法もあるので、そっちもね確認してください。どっちでやっても大丈夫です。一度自滅しておくとやりやすくなります。これはね、一度自滅してるかしてないかでトラックに当たる寸前のラグの時間がね短くなります。タイミングがつかみやすくなりますね。ではもう一度飛び立ってトラックに低空飛行で向かっていきます。下十字キー長押ししたまま右スティックストーリーキャラに合わせる。そしてぶつかる寸前で下十字キーを離す。警告を5秒くらいね待ってから丸をします。そうするとウェイステッドというねこの音と同時になれば成功です。こっからの重要ポイントあります。ウェイステッドが出てから15秒を数える、または画面の右下に白いクルクルが8回転出ることを必ず待機してください。ここ守らないとアプリケーションエラーをしてアプリがね落ちてしまいます。そうすると最初からやり直しになります。待機したらタッチパッド長押し1回、上十字キーを1回、丸を2回でディレクターモードを開始します。そうするとこの画面戻ってきます。アクターからビーチの住人、ここのねクリリンみたいなね人をね選んでください。オンラインキャラクターと動物はここで選んではダメです。タッチパッドからディレクターモードを終了します。そしてねこのストーリーの状態でディレクターモードのキャラクターになります。ここでまた重要なポイントです。必ずこのストーリーの状態でディレクターモードのキャラクターの状態は15秒以上絶対に待機してください。必ずね待機をします。そしてオプションから自由照準を選びます。これをすることでオンラインに入りやすくなります。15秒以上待機したら今度はねオンラインソロセッションを選択して開始します。こっからもっともっとね重要なポイントです。コントローラーから手を離します。もう何も押さないようにしてください。このままずっと待機します。注意画面出ても何も押さないでください。絶対に押さないようにしてください。これ何度言ってもここで丸を押す人がいるんですけど押さないようにしてください。注意画面を絶対に15秒以上待機します。必ずねここで15秒以上注意画面を待機してから初めて丸をします。心配な人は30秒ぐらいね待機してもいいです。遅い分には問題ないです。ここで丸をします。この時ストーリーに戻されれば成功です。オンラインに入ってしまう人は今までの重要ポイントがどっかしら守れていないので見直してください。ここまでがウェイステッド1回目成功です。ディレクターモードを開始します。そしてねいよいよウェイステッド2回目のチャレンジとなります。こっから先失敗したらまたねこの時点から、繰り返しやり直すことができます。アクターから空を飛べる鳥を選択します。全くさっきと同じことをやっていきます。一度ワープをします。今度はこの列車の位置ですね、初心者さん向けにやりやすいかなっていう、まあ、場所ですね。まあ、好きなところどっちでもいいです。交互にやってもいいし同じ場所を何回もやってもいいです。線路にまず移動します。天候とか時間帯が悪ければ変更して見やすいものに変更します。そして鳥をバツで飛び立ったら左のスティック倒しすぎない、倒したら戻す、倒したら戻すっていう細かい動きをします。そして線路に向かって練習します。まっすぐ低空飛行できるようにします。鳥は勝手にねちょっと上昇していくので下げながら飛べるようにします。地面に近ければ四角で降りることできます。列車が来たら飛び立って低空飛行、下十字キー長押し、右スティックストーリーキャラに合わせる。
ぶつかる寸前に下十字キーを離す。警告を5秒ぐらい待機したら、丸。ここゆっくりでいいです。ウェイステッドが無事成功すれば、ウェイステッドという文字が出てから、さっきと同じように15秒待機、または画面の右下の白いくるくるの回転を8回転数えます。これ長い分には問題ないです。急ぐとアプリエラーして最初からやり直しになります。8回転数えたらタッチパッド長押しカチッとなります。上十字キーを1回、丸を2回です。ディレクターモードを開始になります。そしたらここでディレクターモード開始してトレーラーに行きます。ここでオンラインキャラクターと動物以外のアクターを選択します。ビーチの住人とかクリリンでもいいですね。ではこれを開始したら、またディレクターモードに行きますね。ここからディレクターモードをタッチパッドで終了させます。ストーリーに戻ったら、ここでストーリーの状態でディレクターモードのキャラクターですね。ここで重要ポイントです。より多くの人が成功するためには、ここで自由少女になっていることを確認と、ここ15秒以上待機してください。実際ね、5秒くらいとかでもね、全然待機しなくてもいけるんですが、1回目のウェイステッドと2回目のウェイステッドがね、ごちゃごちゃになって、ね、失敗する人が多くなるんですね。なので統一してここも15秒以上待機してください。では自由照準のソロセッションを選択します。自由照準のソロセッションを開始します。そうするとね、1キャラバグの状態という状態になります。でオンライン1のキャラで入ります。しかしね、物件持ってても車両を持っていないみたいなバグった状態なので、この状態で車両を買わないでください。そしてね、今できること、この1キャラではコスチュームのレシピ保存のみです。レシピをね、保存していたらば、ここでオプションからキャラクター切り替えを押します。そして最後の仕上げです。キャラクター切り替え画面から、この左側のキャラクターになっているものを右の2のキャラクターに切り替えてください。右の2のキャラクターに切り替えて丸をします。こっから先、無限ロードやエラーでストーリーに戻されても成功します。ストーリーに戻されたりしたら、もう一度オンラインで招待限定セッション入れば成功している状態になります。ここで2のキャラクターにオンライン入ったら、公開セッションにいると思うので、まずね、パッシブモードとかにして邪魔されないようにします。で、今着ている服装は消したくなかったコスチュームというわけで、すぐにね、保存かけてください。2のキャラクターは着ているもの以外全部ね、上書きされる仕組みです。なので着用していたものだけが残すことができるということですね。すぐに保存をかけます。消したくないコスチュームだけ保存をかけます。そして1のキャラクターのコスチュームのレシピによってできたモッドコスチュームなどね、確認をしてみてください。強盗バッグなども左側の1のキャラクターに持っていれば移ります。そしてお金稼ぎですね、安いアパート4番目、5番目、6番目に買い足していきます。価格がこのように、1キャラのね、高級アパートの価格が2のキャラクターに移っています。だからここに安いアパートを買って差額を設けるという仕組みですね。この3つのアパートですね、4番目、5番目、6番目のみです。ここに安いアパートを買い与えることで約150万のね、利益が出ます。これは犯罪事業スターターパックをね、購入している人でも同じく150万入手することができます。そしてもう一つ、オフィス、一番安いのと2番目に安いオフィスを2のキャラクターで交互にグリッチするごとに買い与えていきます。そうすると2回に1回は稼げる仕組みです。よくわかんない人はやんない方がいいですね。犯罪事業スターターパック購入者とかもちょっとね、条件が違ったりするので、他の動画、過去の動画から確認してください。2回に1回稼げる仕組みです。オフィス割引期間などが来れば常に稼げることもできます。
ではお金稼ぎ完了したらもう一度ね連続でやる方法です。動画の一番最初に戻ります。必ずスタイル変更、金色のくるくるを出します。出ない場合は無料の車両とかを購入して画面右下に金色のくるくるを出すようにしてください。確認してからストーリーに行ってストーリーのセーブデータを読み込みをして動画の一番最初に戻ります。この手順はこの動画と同じように左側のキャラクターのデータを右の2のキャラクターに移す一方通行のみです。車両は消えたりはしないのでよくね注意点と重要ポイント守ってやってみてくださいね。